青春なんてどこか遠い世界のものだと思っていた。こら、あなたに出会うまでは。授業聞いてんのか。真っ白だった青春の1ページがギュギュッと濃厚に色づいていく。ずるいよ甘杉先生。俺だけ見てろ。ずるいよ甘杉先生。おい、探したぞ。忘れてたのか？今日追試。ありがとう。じゃあ追試行くか。もう話さねえよ、バーカ。一生話すもんか。はい、やり直し。そこ危ない。おい、大丈夫か。お前ほんとどんくさいな。ほら捕まれ。気にすんな、俺だけ見てろ。目覚めたか。お前リヤカーで運ばれたんだぞ。おう。希望特になしか。何でもいいから好きなこととかないの？ん？何？大事なことだぞ。俺の目を見て言ってみろ。おめでとう。俺大学に合格だ。あ、まあ俺も好きだけどさ。あ、今帰り？ちょっと休憩。それいつも持ち歩いてんの？活性化ってしてんの？嘘。ごめんね。ください。
もう俺のものだ。ありがとう。元気出た。はい、席について。今日はトロマロって何って人のために特別歩行を開きます。まず覚えてほしいこと。トロマロは単なるマシュマロではない。新感覚のお菓子ということです。それでは新登場のグレープ味で説明します。トロマロの中にはグレープ味の果汁が含まれていて、口の中に入れた瞬間ジュワーととろけます。つまりジュワこういうことです。今日家に帰ったらみんな必ず食べて復習してください。以上。マシュマロ？いや、トロマロでしょ。